私の名は九条サラ。別に覚えてもらわなくても構わない。私が稲妻を永遠に守護し、鳴神の意志を遂行するものだということだけを知っていればな。神であろうと鬼であろうと、敵であれば排除するのみ。そう緊張するな。お前と共に戦うことを約束したからには、きちんと責務を果たすつもりだ。大義以外のことはさほど気にしない。心、弓、矢の三位一体を維持してこそ聖国を射ることができる。将軍様の永遠を実現する、それが私の願いだ。天狗の責務は山林を保護すること、九条家の使命は稲妻を守護すること。両者に違いはない。雨の音は足音をかき消してしまう。注意を払っておけ。聞こえたか。雷鳴は将軍様の意志だ。雪の花を手のひらに留めておきたいが、溶けるのを早めてしまうだけだな。こんなにも晴れ渡った日は演舞にぴったりだ。おはよう、なのか。私からすればもうおはようの時間ではない。なぜなら私は普段、まだ夜が明けていない頃に目覚めるからな。昼に休むという習慣はない。だがお前が休みたいと言うなら待っていてやろう。悪くない晩だ。ついでに教えるが、花見坂の夜桜は格別な風刺だぞ。お前はもう休め。ここは私が見ていよう。私は当主に恩がある。天領奉行は私の唯一の拠り所だから、私は全てを賭して一族の栄誉を守るつもりだ。天領奉行の理念、それはもちろん将軍様への忠義だ。それが私、九条サラの唯一の信条でもある。もし出発する前に準備はできたかと確認を取る習慣がお前にあるとしよう。その場合、10回に1回しか私からの返事がないと思え。残り9回の私はすでに鋭利な刃のごとく前線に立っていることだろう。これは決して蛮勇や不忠などからではない。ただ戦場とは息をつく暇もないところなのだ。私の願い、お前ならとっくに知っていると思っていたが、将軍様を補佐し永遠を実現することだ。ん？自分自身のための願いだと？そんなものは考えたことがない。お前は将軍様の永遠にとって不安定な要素だが、その不安定が必ずしも障害になるわけではない。だからお前の敵になるつもりはないが、お前のことは私がずっと見張っておこう。神の目を接収していた時、私は人々の願いを無下に扱った。メガリレーが終了した今、私はその償いをする義務がある。そういえば、お前は千住百目心臓の神の目に込められた願いを聞くことができたそうだな。私にも教えてくれ。それと、お前の願いも話してくれないか。それも知りたい。神の眼差しを受けてこそ、神の目を手に入れることができる。私の神の目は、将軍様からいただいたものだ。最終的には、何の迷いも悔いもなく、将軍様に返すつもりでいる。以前任務を執行していた時、花見坂の商人から、駒と呼ばれるものをもらった。一人でも遊べるおもちゃらしい。なかなか興味深かったため、取っておいたんだ。ん？一緒に遊ぶ？それだと駒の使用に反するだろう。悪いが断る。稲妻を最も代表する特産物が何かわかるか？違う。刀ではない。御岳鳴神主の御子と大御所様像の形を模した漆器だ。手だれの漆器職人の手によって作られ、ほぼ全ての世帯に一つずつ祀られている。私か？五つ家にあるぞ。私は困難に立ち向かった時、神王の下に立ち、目を閉じて心を休める。そして再び目を開けると、
落ちてくる花びらが私の進むべき先を導いてくれるんだ。天領奉行の屋敷はとても大きい。東馬のように優秀な警士がいれば、屋敷内の煩わしい事務もうまく片付くんだがな。もし彼が上里家に仕えたくないと思う日が来れば、ここへ来て手伝ってもらいたいものだ。だが、そんな日が来ることはないだろうな。普段九条家にいるときは、兵士たちが道場で訓練する音しか聞こえないが、上里家の近くを通るたび、踊りや雑談、笑い声などが聞こえてくる。上里家の霊場は、将棋の心得もあると聞いた。機会があればぜひ訪問してみたいものだが、懸念もある。私のような堅物が、あのような雰囲気に溶け込めるだろうか。私の軍営で花火を打ち上げない限り、彼女をどうしようというつもりはない。だがまあ、私も別に知らないわけではない。彼女の作る花火は確かに色鮮やかで称賛に値するものだ。しかし花火とは、放った輝きが刹那の間に消え、夜空に残るは暗闇のみ。だからこそ、稲妻を守るという使命を貫こうとするのなら、そのようなうつろな光に浸っていてはならないと自分に言い聞かせているんだ。鹿の院、私の同僚だが、彼に対してあまりいい印象は持っていない。個人的な思案ばかりを巡らせ、組織を第一に考えないように感じる。捜査の功績がなければとっくに取り締まっていたところだ。まったく困ったものだな。きっといろいろな場所ですでに聞いているのではないか。将軍様が求めているのは無念無臭の永遠、浮世の執念を捨て普遍の永遠に執着する。将軍様の言動をすべて理解することは私にもできない。しかし将軍様が決めたことである以上、私はそれを信じるのみ。メガリレーの廃止、どうやらお前が正しかったようだ。しかし将軍様が間違っていたということではない。永遠という道の求め方が変わっただけだ。幾千年もの間、稲妻を守ってきた将軍様は今、安らかな気持ちであられるのだろうか。この先の道がどんなに危険であろうと、私は将軍様についていく。八重宮司様の行動は私に誤解を生ませることが多かった。しかし彼女は鳴神大社の大巫女であるため、将軍様の信頼や黙認を受けており、私もおのずと彼女に敬意を表している。が、もしいつか彼女が将軍様の意志に背くようなことをしようものなら、その時は容赦しない。彼女は巫女よりも軍師としての才能の方が高いだろう。虎の巻を使って戦争をするなど見たことがない。私もその方法を見習って幕府軍を指揮するべきだろうか。しかしそれだと双方が虎の巻を机に置き、札遊びのように競い合うことに。やはり妥当ではないな。私が将軍様に仕えるように、彼は三五宮ここみに仕える者、同じく忠誠心を固く守る者として彼のことは評価している。しかし残念なことに立場が違うため、道を共にすることはできない。だがこのように認められる相手がいるのも悪くないだろう。それに五郎、とてもいい名だ。ああ、あの者について話すと頭が痛くなってくるな。彼の神の目を接収した時は大層な騒ぎとなった。私が今まで見た中でも最も騒がしいもの、いや騒がしい鬼だな。堂々と負けを認めた点はまあ男らしいが、それでもあの復讐の誓いは、ここまでにしよう。これ以上は話したくない。もし知りたいのなら彼に直接聞いてみるといい。彼女ほどの才能と素質を持ちながら、
荒滝派という組織に残っているのは実に惜しいことだ。だが彼女がいるおかげで自由気ままなどこぞの輩が騒ぎを起こしたり、民の生活を邪魔したりするようなことが減った。天領奉行の負担を軽減しているのは確かだろう。最近なんだか物陰から妙な視線を感じる気がする。だが確認しようとするとすぐに気配が消えるんだ。まったく、わけのわからないいたずらだ。うん、おそらく猫股だと。うん、私に用があるのなら堂々と来ればよいものを。私を知る？何を。天領奉行の各事務は機密。将軍様のことならなおさら伝えるわけにはいかない。お前の意図が読めないな。ん？私自身を知る？できなくはないが、ただ今までこのような状況になったことがない。私の生活は単純なものだ。軍を率いて戦闘する必要がないときは朝の5時5分ぴったりに起床し、中庭で深呼吸を5回行ってから5周走る。朝食はご飯を5口食べるのが私の習慣だ。5は私に幸運と勝利をもたらす数字だから、私はこれからも5にこだわり続ける。何か異論でも。メガリレーを執行する過程で私を一番悩ませたのが、幕府軍の肩書きを利用して死刑を行う兵たちだ。将軍様の任務はもちろん遂行しなければならない。だが彼らが無実の人々を傷つけることは決して許されるものではない。そういった行為は禁ずると再三言ったはずだが、それでも亡くなることはなかった。もし何かいい方法があれば教えてくれると助かる。名義上は九条家の養子だが、高行様の私を見る眼差しは鎌治の時とは違うものだ。感情を表すのが苦手な私でもたまに寂しさを感じることがある。特に部下が家族と触れ合う温かな場面を見た時などは。すまない、当主には恩がある。こんな失敬なことを言うべきではないな。今振り返ると私とお前は雨降って地固まる中だと言えるだろう。一度は対立関係にあり正反対の立場にいたと言っても過言ではない。それが今やこうして肩を並べ合い共に話ができるとは。こうしてみると私は運命に恵まれている。いや、何でもない。今となってもすべきや的当ての練習は私にとって毎日欠かせない訓練項目だ。構えを取り狙いを定め鶴の音を聞く。決して退屈な繰り返しなどではなく、昨日までの自分を超えるためのものだ。好きなことというより生涯の修行という方が正しいだろう。天狗の翼は確かに実在するものだ。並んで立てばある程度の場所を取るのも仕方のないこと。お前の言う距離を縮めるというのをどう実現すればいいのかわからない。昔からおにぎりのように持ち運びに優れ、すぐにお腹が膨れる食べ物を食すことに慣れてきた。戦場で体力を回復するにはもってこいの一品だ。だがこれはあくまでも個人的な習慣であるため、部下たちに強要したりはしない。嫌いなものはないが、普段は甘味を避けるようにしている。理由？甘味は身も心も落ち着かせることができるんだ。一度食べてしまえば。とにかく怠けてはいられない。この話はここまでだ。これ以上聞くな。おにぎりよりも美味な食べ物、その名を覚えておかなくては。満腹になった、地層になったな。甘味は遠慮しておく。いいところに来たな。では私も単刀直入に問うとしよう。誕生日に何か叶えたいことはあるか。将軍様の大義に反することでない限り、お前のために全力を尽くそう。誠意の証として
今日は願い事を5つしてもいいぞ。満足のいく鶴の音だ。一撃で仕留めてやる。力が体内に込み上げてくる。いつでも準備万端だ。一騎当選。我こそは幕府軍一体に匹敵するものなり。己を磨き、武道に精進する。それは私の責務だったはずだ。しかし、お前はそれでも全力で私に尽くしてくれた。この力は決して無駄にはしない。必ず大義のために使うと約束しよう。そして、天狗の定義は、お前と共にある。